分かりますか、最低限の実力をつける。それは今僕が提供するビジネスモデルとそのツールが使えるようになるってことですね。まあ、それは全部提供しているので、ビジネスモデルとツールが使えるようになるんです。これが最低限の実力です。ただこれを持ってしても現場に出ると全然違います。背景が違うから。例えばクライアントがめちゃくちゃ金持ってる状態、もう次の余力もない状態、これでやる施策全然違います。全く違います。例えばクライアントが割引はするべきでないクライアントがいます。そうすると、施策どれやるかも全部取捨選択変わってきます。今日ちょうどアルキントさんにそういうアドバイスしたのかな。あですね、言われてみたら分かるけど、言われる前まではよく分かんなかったじゃないですか。なんとかその最低限の実力をつけたスキルを使おうとしてたんだけど、そうじゃなかったですね。誕生日 DM なのかなとか、休眠 DM なのかなとかいろいろ考えたけど、そうじゃないですよね。その会社でやるべきなのは、だったりとかっていうのが、やっぱり背景情報が足りないので、つまり手術経験が足りないので、臨床経験が足りないので、判断が間違うんですよね。選択肢が少ないから。だからそれはやっぱり周りで見て指示してあげないといけないから、最低限の実力をつけた上で現場に出てもらった上で、指導を受けながらやらないといけないんです。指導のフェーズが入ります。それでようやく、あ、もう、僕の手を離れても大丈夫そうだねって言われたら独立するっていう。これ何のこっちゃない、一般企業で働いてもこのプロセスになるでしょう、ね、特に営業なんてそうですね。商品の研修を受けて最低限の実力をつけて同行営業なりをしてもらって、で数字上げれる、まあもう大丈夫だなってなったら晴れて一人でやる。同じことです。大学出版も全く同じですよ。新人入ってきました、セールスライティングの研修を受けます、じゃあまず広告回してみようかって担当者指導者がつきます。その上で大丈夫そうになったら、じゃあ一本立ちしてみようか。でもそれでも上にマネージャーがいて管理してますよね。だからここが構造上の問題だったんですね。セールスライターが一人前になるまでのスキームがないんですよ。そもそもここすらもつけさせてもらえないから、情報商材のライティングスキルはつけることができるんですけれども、リアルビジネスので使えるセールスライティングのスキルをつけてくれるものがないんですよ、基本的には。僕は正直うちぐらいだと思ってます。体系化してドームビジネスでもはめて使えるっていうものは、もちろん一個のビジネスに特化したそういうものはあるかもしれないですけれども、総じていろんなビジネスに対して応用可能な、なんていうか原理原則に近いビジネスモデルっていうのを提供してるのはうちのものだけだと僕は思ってるので、いろいろ見たんでね。であれは完全オリジナルです。どっからかパクってきたわけじゃない。僕は現場でいろんなテストして構築しました。だから本来は自分でやるべきです、やった方がいいですけれども、じゃあなぜお前にそれができたかってことなんです。僕は自分のビジネス持ってたんです。